チキラ、どうも、イタジュンです。昨日の夜にスーパーウィズの弱体化が来たのよ、皆さんご存知でしょうか。まあ、その辺がね、細かいね、ホットフィックスって感じで、細かいアップデート情報が来ております。まあ、そちらを今回は特集しつつ、レジェンドリーグのね、トツスーパーウィズ編成を見ていきたいと思います。早速見ていきましょう。はい、というわけでね、今回来たアップデート情報は、スーパーウィザードのダメージが、連鎖ダメージの方ですが、60% から 40% に減少というわけで、20% も減少で、これはかなり大きいですね。これはめちゃくちゃ大きいですね。まあ、直接のダメージが減るわけではなくて、チェインの方ですね。チェインでグサグサって進んでいく方のダメージが 20% も落ちるというところで、これはかなり大きな減少と見ていいと思います。まあ、大体体感で、タンホール越しに1000ちょいとか、HP を、1000ちょい落ちる、ダメージが1000以上落ちるよって感じなので、まあ、かなり体感変わってくるかなと思います。で、ついでもう一つ、レベル9の小爆弾のダメージが112から125へ増加という感じなんですけど、まあ、これで何が起きるかっていうと、巨大爆弾とのセットでスーパーウィザードが倒せるようになります。つまり、巨爆1個と小爆弾1個でスーパーウィザードが死ぬような仕様に変わります。罠がね、1個1個で倒せるっていうのはかなり大きいと思います。特にスーパーウィズって、突撃艦後動かないんで、あんまりね、置いてたとしても綺麗にかかることが少なかったんだけど、これが1個1個で。まあ、アップデート前でもなかなかな。突撃艦スーパーウィズの場合は、アーチャーとかね、ババとかでね、解除する人も多いので、タイム的なところで運要素っていうのも若干あったりはしたんだけど、まあ普通のスパビズを使う人、まあ突撃艦ではなくて普通に使う人が食らいやすくなる可能性もあるし、普通のスパビズ編成、突撃艦ではないスパビズ編成からするとこの連鎖ダメージ 20% ダウンは相当でかいんじゃないかなとは思いますね。以前動画にもしてるんですけど、ペッカの後ろにやっぱつけるっていうのがすごい流行ってて、この編成はちょっと痛いんじゃないかなとは思いますね。突撃艦スプビズに関しては、なんか刺さる配置には全然刺さるとは、未だに刺さるとは思いますね。なんだろうな、タウンホール越しにやっぱ大量に壊せる配置ってそんなにやっぱ今多くないから、そもそもそんなに狙ってた施設さえ壊せれば OK みたいな使い方をするならば、そんなに影響はないんじゃないかなと予想するんですけど、まあそれでもなんかプラスアルファの部分というか、ついでに、あ、こんなに壊れたわっていうのは減ると思いますね。狙ってた施設以上の破壊は減るかな。まあ今の状況なんかプランニング以上に削りすぎて、うわ、なんかすごいことになっちゃったっていうのが多いと思うんですけど、そういうのが減ってくるかなと。まあ一調整ではあるかな。ただ、これ個人的見解からすると、天才ができなくなって、で、この突撃艦スパビズもできなくなってってなると、なかなか、どうなんだろうな、難易度的には難しくなってんのかな。ただ、インビジブルっていう呪文と、ロイちゃんが25に上がったのか。で、ウッドランチャーが追加って感じなんで、どうなんでしょうね。天才時代と比べると、まあなんか簡単にこの編成だけで大量に取れるっていう編成が、天才とスーパーウィズと、まあ2種類ね、2世紀っていうか、2時代にわたってあったわけなんですが、そこら辺が解消されて、なんかより配置に合わせて、いろいろやんなきゃいけないっていう時代に変わってきたのかなと思います。で、続いて、レベル9のスーパーアーチャーの HP を500から510に追加というわけなんですが、これもさっきの小爆弾のプラスになったのが影響してて、巨大爆弾と小爆弾の一個一個のセットで、今のまんまだとスーパーアーチャーが死んでしまうので、巨大爆弾一つと小爆弾二つで倒せるような調整になったと。まあ、若干ですけど、スーパーアーチャーは強化と言っていいのか、現状維持と言っていいのかな。小爆弾で死ぬ回数、小爆弾食らって死ぬ個数は変わらないけど、そもそも小爆弾のダメージが上がってるので、まあ、環境的にはそんな変わらないところではあるかなと思います。で、続いて、ウォーデンが追いかける対象として、ウッドランチャーや突撃艦の優先度を下げ、タンホールへのついていく機会を減らしていくと。これちょっとよくわかんないんだけど、そもそもウォーデンってなんか、兵器に対してつかないはずだったんで、まあ、兵器をそんなに、なんかあったのかもしれないですね。
のが兵器につきづらくなるって感じだと思います。もしかしたら兵器の中身が急に出てきて、そこに対してつかない、つきづらくなる。バルーン4体ぐらいについてたやつが、突撃艦から出てきたバルーン7体にスイッチしてそっちについていくっていうのが減るってことかもしれないですね。そういう意味合いかもしれないです。まあ、この辺はまあ、実際に来てみてなんか体感でわかることがあるかもしれないんでね。まあ、細かい調整なんで、まあ、そんなに、どうだろう。運営からのメッセージ的にはなんか星1の確率上がるよみたいなこと書かれてたんですけど、まあ実際来てみてからって感じですかね。で、続いて2つは、まああんまり、多分そんなに大きな影響にはならないんですけど、ビジュアルの変更です。ビジュアルっていうのはもうそのまんまで能力っていう風には関係なくて、見た目だけに関するものです。まずは、改造されたアーチャータワーの初期の投射位置を修正というわけなんですけど、ちっちゃいアーチャータワー、ちっちゃくできますよね。夜村の工事をすると、ちっちゃいアーチャータワーが使えるようになるんですけど、撃つ位置を修正。これは普通に見た目だけが変わったのか、そもそもなんかヒットテンポが変わってっていう問題なのか、まあ、そこヒットテンポとかが変わるようなことになるならば、まあ、例えばディガーの攻撃も、ハンマーを上げた時に今までは、ダメージ判定があったのが、下ろした時に、ありましたよね。ディガー上げた時と、ハンマーを下げた時と上げた時、見た目のとダメージが入るタイミングが変わったみたいなのがね、実は何度も何度も、このアップデート情報としては出てないんだけど、シークレットというか、勝手になんかなってたんですよね。そういうのがね、昔あったんで、まあ、若干ですけど、このちっちゃいアーチャータワーであるのかもしれないです。まあでも、とはいえ、アーチャータワーはね、ちっちゃいの1個しか改造できないし、そんなに影響することはないんじゃないかな。相当強くならない限りは、そんなに変わらないアップデートになるんじゃないかなと思うんですけどね。で、続いては、レベル11の対空砲のヒットエフェクトを修正。対空砲の、なんだろうね、ヒットエフェクトなんで、これも、他の対空砲のがレベルによって変わるみたいなことはないと思うんで、レベルによって強く、なんかダメージ以上の隠しスペックが生まれるとかそういう話ではないと思うんで、まあシンプルに見た目が変わるみたいなそういう捉え方でいいのかなとは思ってるんですけど、なぜこれをこのタイミングでこういう出し方をしてくるのかがちょっとわかんないんで、まあシンプルに対空砲を今までいじってなかったから変えてみようぜっていうことなのかもしれないですね。これに関してはちょっとよくわかんないです。はい。まあ実際に来てみて、ああ変わったねっていうのを見ていけばいいのかなと。まあ今回のアップデート情報に関してはこんな感じです。詳しくは、Twitter の方でもね、ツイートしてるんですけど、まあほぼも、まあやっぱ突撃、スーパービズが大きい調整ですかね。この分に関してはもう緊急でなんかバランス調整として、わざわざ入れたみたいな感じにはなりますよね。そういう感じに受けますよね。ちょっと強すぎたんで直しますみたいなとこが感じれるので、まあスパステル目線としても、この突撃艦スパビズはおそらく考えてなかったんでしょうね。まあ強すぎるよねって意味ならば、ストライカーだったり、スーパーガーゴイルに関しては強すぎるよねっていうことを何度も言われてたのに修正が入らなかった。でもこのスーパービズに関しては速攻ではないけど、結構早めに修正自体が入ってるので、まあ防衛援軍としてのチェックはもうある程度済んでて、攻撃としてこんな使われ方、こんな強いのかっていうので修正してった形にはなるのかな。最近だとあんまりね、昔はちょっと強すぎたよねってことで、なんか修正入ることもあったんだけど、最近では珍しいんじゃないかな、これ。やっぱ強すぎたわって戻すの。いつだろうな。なんかあったかな、そういう事例。昔あったんだよな、なんか。強すぎね、これってなって。直したことがあったはず。覚えてないや。まあでも、天才とかは無視、いい例ですよね。ちょっと、クラン城とか壊せるのやばすぎたねってことで。先日ね、天才ができなくなったって感じに戻ったんだけど。まあそういうニュアンスとしては近いのかな。まあただスパビズに関してはユニット一体、単独での異業ですからね。なかなか運営側も大きく見てた感じですね、これは。皆さんどう思いますか、これ。60% から 40% になったスーパービズは、
このまま強いと思われますか？使われますかね？どうでしょう？まあ、突撃艦スパウィズに関してはぶっちゃけ配置選べば全然使えると思うんですけどね。この A ぐらいならどうなんでしょう。僕目線は全然いける。配置選べば全然いけると思うんですけど。あとは、まあ普通に使うパターンですね。グローバル上位の人たちが使ってるようなペッカ系の編成にこれをやっていくとどうなるかってとこですね。個人的にはまあナーフ入って、まあでもボーラーとそれ弱くなったスーパーウィズとボーラーどっちが強いかっていうそこの判断になるのかな。どっちが評価されるかでまあスパウィズが変わってくるかなと。まあいや20パターンは結構でかい気するけどな。多少のナンパ10パーとか下がっただけでも相当使われなくなったりするのに、なあ20パーはかなりでかいと思いますけどね。どうなんでしょうね。まあ、その辺は実際に変わってみて使用感をみんなで確かめて、まあ、思ったより削れないねとか、これが壊せなくなってるねっていうのがどんどん発覚されてって、使いづらい戦術だなっていうのが分かってきたら変わってくるかなって思います。まあ、これによって影響するのはうちだとレジェンドリーグの人たちかなと思ってて、クラウスとかホッサンとか、まあ、その辺を中心にレジェンドリーグは、あ、今僕も見せてるんですけど、この突撃艦スパウィズの編成でレジェンドやってる人も結構いると思うんですよね、日本の方でも。まあ、これがレジェンドでできないぐらいに弱くなるんだったら、また新たな編成が必要だし、ラバル系も、そしたら純正ラバルとか天才ラバルとか、なんかまたちょっと変わった編成をね、模索していかなきゃいけないってなるので、そこどう判断されるかねって感じですよね。純正ラバルなんのかな。純正ラバルは中国がね今一番というか一番かな、中国の人たちがみんな上手いですからね、その辺が先導して第一人者となってやっていくのかな。まあでもどうでしょう。また地味ですが、このスパウィズのナーフっていうのは環境を変えるアップデートなんじゃないかなと思いますけど、皆さんの意見を聞かせてください。かなりこれでスパウィズ楽だからなスパウィズとか天才ってクランリーグとかレジェンドリーグとかもそうだけど、楽したい時に一番いい編成でしたからね。何も考えずとりあえずこれで考えてこれでいこうっていう、なんかがっつり対戦するときももちろん便利だけど、楽したいときにね、すごいお手軽な編成でもあったんで、なかなか、あれですね、楽すんなよっていうのが、アップデートできましたね。どうだろうな。スパウィズ、どうだろう、スタドラとかもレジェンドリーグ、スパウィズを突撃艦ではなくてペッカに合わせるようなスパウィズとかで回してるみたいだったし、まあ、アップデートが来たタイミングでね、クイーンオカズのメンバーにもいろいろ聞きつつ、まあ、他のね、視聴者さんだったり、他のクランだったり、他の YouTuber の人がどう判断するのかなっていうのを見ていきたいですね。海外の人たちもどう判断するのかあれだし。まあ、いい調整なのかな、とりあえずは。まあ、一回様子見って感じですかね。まあ、これができなくなったから前回全く取れなくなった、なんてことはもちろんなくない、ないとは思うんで、まあ、様子見ですね。まあ残り2本ここからレジェンドリーグ見ていきたいと思います。まあ逆に言うとこの突撃艦スパウィズの動画の需要もなかなか落ちてしまうようで、あれですね。僕としてはまだストックあるんだけどな。出すつもりの動画があったんだけど、まあ、それだけ完成させて、今後はちょっとアップデート後までは変えようかな。もうすでに動画撮ってしまってるものがあるんで、そこだけ出して。こういうのもだからタウンホール越しのやつが結構弱まるってことだよね。まあ、今回のやつは多分アップデート前でもアップデート後でも変わんないと思う。ただタウンホール壊すだけなんで。し、チェーンではなくて直接ダメージなんで変わんないですね、これは。だからこういう配置に関しては多分全くアップデート影響ないと思います。タウンホール越しに IT が折れるとかクロスボウが折れるってやつが折れなくなってくるような調整になってるならば、そこら辺はかなり大きい調整かなって思います。結局、狙ってる施設を直接殴れるなら、アップデート前と変わんないってことなんで、そこ次第かなとは思いますね。直接狙うのか、
チェインで狙っていくのかどっちかなんで、全然僕はできる配置はまだまだあると思いますね。むしろこれのアップデートによって対策弱まる可能性すらあるんではないかと思うので、まあ別にそうなってくれたらいいなと思いますけどね。さあ、レジェンドリーグ。ロイちゃんとかで削りまくって残ってるヒールがロイちゃんのみかな。上からやったような気がするな。これ下から行きそうだわ。もう早速記憶がない。もうこれ多分10日前とかなんだよね。レジェンド攻めたの。レジェンド多分10日前ですら怪しいな。もっと前かもしれない。で、ああはいはいはい。もうイーグル砲の方からね、ラバーストライカートームで一気にかまして、ロイヤルチャンピオンを処理しつつ、ラバーを守っていろいろやっていくと。もうこうなってくると投石機もないしマルチ IT もないので、イーグル砲に対してフリーズ打った方が絶対強いんですよね。バルーンが落ちる理由っていうのが単独撃破か赤爆弾かイーグル砲の範囲ダメージっていうところになってくるので、もうなんかもったいないように見えるかもしれないけど、イーグル砲ガンがダメでいいです。もうこれは範囲ダメージそこしかないんでね。まあウィズ島はあるけど、まあそんなにウィズ島だけの力で落としきれるほどの力はないので、合わさってね、何かと合わさってた時に強いので、ウィズ島は赤爆弾だったりマルチ IT だったりヒーローだったりと合わさった時に、呪文がない時に強いんでね。ウィズ島はヘイストとか呪文ある時だとそんなに強くはないので、イーグル砲で OK です。これで残り1本ですね。前回見て終わりにしましょう。まあとりあえず皆さんの意見を聞かせてください。突撃艦ウィザードは個人的にはまだ使える配置には強いという判断で思ってますが、想像以上に弱くなってた場合は判定を覆すかもしれません。いけると思うけどな、配置によっては。もう配置ゲーだなこれは。まああとは小爆弾1個巨爆1個の調整がどれほどの力を発揮するかってとこだけ見たいですね。で、飛ぶ根かかってね、本当はこの安いんとこぐらいに落としたかったらんだけど、ダメだったね。読まれてたのか。まあでも別に、ああでも別にそこでもよくねってなっちゃってるんで。いいよ別にそこでもってなったもん、これ。まあまあ、第一希望ではないけど別にそこでも全然いけるよって感じだったんで、OK です。もうさすがに何日も前のアタックに覚えてないな。ああ、外れちゃう。外れちゃう。頑張れ。頑張れ頑張れ。頑張れ。頑張れ。あー、お、なんでそっちが残るんや。ギリギリで、ポイズンかかってた方がいい。あ、やだやだ、下手くそ処理。はい。なるほど。これでこのままタウンホール狙っていく形ですね。まあ、残った形見て決めよう、みたいな感じで。あー、やると思った。俺なら絶対クジガーガゴ出すなと思ったんですけど、ちゃんと出してくれてちょっと安心しました。もう左上で大砲があって、まあ、アーチャーターとかではないので、回収が早めに入れるとこだったんで、回収絶対出すよなと思ったら、やっぱ出してくれて安心しましたね。アーチャーター、あー、そうだね。クロックタウンホールまで届けたいと思うから、こうやると思う。やるな。なかなかやるじゃないか。俺の、心理が分かってるとこの人。フリーズ打つかな？フリーズ打つよね。フリーズ打って、ターンに届けて、ロイちゃんを真ん中。いいですね。この人なかなか僕と波長がいます、この人。いいよ。で、ラバルを上からスタート。ビヨーン。ロイちゃんちょっとブーメランのタイミングがね、シングルと被りそうだったから打ったけど。ちょうど外れてちょっと、恨めったね。でもまあ、しょうがないかな、今のは。で、ストライカー出しつつ、トームがギリギリかかっている。ギリギリかかったね。で、ヘイストかけて、追って、しっかり、ロイちゃんのところ届けて、フリーズ、あと呪文がたくさん、クローク打って終了と。まあ、配置自体がね、ああ、このフリーズはクロスの方が良かったかもね、って言おうとしたけど、まあ、そんなことなく余裕でいきましたね。はい。OK です。まあなかなか懐かしいアタックだな。まあこのトツビズもダメージが落ちることで変わってくるかなと。はい、というわけで今回はレジェンドリーグのトツビズを見つつ、次のねアップデートが多分来週に入るみたいなことをね、ツイッター公式で言ってたんで、
まあそろそろすぐ来るんじゃないかなと思うので、レジェンドリーグをね、突入でやってる方は、はい、なんか編成の変更を検討してみたりとか、まあシンプルに対戦でも変わってくるだろうし、まあ突入だけじゃなくてね、スーパーウィザードのナイフってことにはなるので、スーパーウィズ使いの方はね、ちょっと編成だったり使用感っていうのを改めなきゃいけないのかなと思います。個人的にはね、結構好きな編成ではあったので、痛いんですけど、まあ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 。まあ、いつの時代もアップデートっては月物なのでね、環境に対応していかなきゃいけないなと思います。ぜひ皆様の意見聞かせてください。というわけで今回はこんな感じで終わると思います。チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。